おはようございます。おはようございます。今日浜に来という鹿島市の浜町。お袋に作ってもらったやつから。船こぐい、はいはい、船食べましたね。っていうかさ、もう今寝起き20分後ぐらいね。そうっすね。すぐ戻るかやろ。そうっすよ、もう。それにしてもこれ車めちゃくちゃ多いんですけど。なんかね、俺もさ、これ地元にいながらね、まして、ここに帰って初めて、船が売ってあったんですよ、船が。船が売ってあるってすごいっすよね、逆に。ちょっと見てみようか。はい。まだ朝6時。6時スタートやけどね。6時スタートで、これ結構駐車場いっぱいいっぱいですけど、ね、結構さ、民放局の方でもさ結構扱われてね、うんうんうん、出たもんね。はい。おう、うわ、うわ、ほら、ほら、船市会場、ほんとだ、すげえ、ね、初めて聞いてたろうが、船が来るとかなんとかってさ。船市会場、すごい船市、生船行こっか。はい。ふなんこ。うわ、なんか思ったより賑やかですけど。もう一回。すげえ。あなたのこう巻いてたって二回かもかんないかもね。ガチ船やろ。ガチ船っすね。なんかこのフランスバーこうできて。あ、でかい。これぐらいでかかでしょ。こんまや船置きに置くとこじゃなかった。船置きよりでかいですよ、これ。トンボもおらん。これ40だよ。結構なサイズですよ、これ。これニュッとですかね。でかっ、船でかっ。もう濃いじゃないですか。あ、こっちも、イワシ昆布。これちょっと待ってください。これ食べますか。食べますから。これも、これも。こっちに行くな。ちょっとコオロギアブ。こっちは。これでは濃いよね。濃いですね。あ、濃いよね。すごい濃い濃いですよ。これは濃いすごい。あ、これなん？アミーです。生姜焼き。生姜焼き。少し行かれます。どうぞ。頑張ってください。はい。はい。もう一丁。ちょっと食べる。ああ。ありがとうございます。生姜焼き。少しずつ飲んでください。ありがとうございます。あ、ここにも何かある。あ、これ試食。試食ですか。どうぞ。すぐ食べて、ほら。試食。はい。いいんですか。いいんですか、食べて。どうぞ。ねえ、これ今の身が入っているところ。はい、本物の船こぎたい。はい、船見ますか。はいはい、ほら、こんなんあって。はい、いただいていいですか。はい、あ、うん、全然この間のように高かれてます。違うろ、高かれてます。うん、骨も全部食えるやろ。骨の感じの先生ですか。あのさ、ごぼう。うん、ね、やっぱさすがやで、こんなもん。え、でも味はこの間と、ほとんど変わらない感じがしますね。そうね、あの延長線じゃろ。はい、結構なんか、うわー、これ太か。あの、見てトライアルに入っていけるよ。これ、いかんやつでしょ。うわ、でも、あんくらいのくなるのだろうね。あれが一番巻きやすくて、火も通りやすいですね。こういうの食うとですか。これも濃いやろ、これ。これ濃いっすか。濃いっすか。船、あ、濃いも食べるとですか。洗いとかっていうわけじゃなくて、これも昆布巻きにされるんですか。これも昆布巻きにするんですか。あー、これも濃い。洗いとかね。洗い、あー、洗いとかね。はい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 。そして、大きくは観賞用だ。あー、観賞用だ。これだよ。あー、すごい。びっしりいる。びっしり。いや、僕はですよ。あんたこれすごいね。これすごい好きでしょ。でもほら、測り売りたい。一匹売りたいじゃなくて、測り売り。一番、だからほら、もう売りたいですよ。あ、そうやったね。去年も来てくれよったよね。ちょっと NHK なんですけど、ちょっとお話伺っても。はい、はい、あ、すみません、ちょっとじゃあ、あ、ちょっとこっちの方で。どうしよう。おはようございます。あ、でも立派な。あ、すみません、これ撮っても大丈夫ですか。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。これ、
何をされてるんですか。YouTube 用のですね、はい、地元を流して、はい、はい、そうですね。あ、地元の方ですか。はい、そうです。じゃあこれは船市はもうじゃ今まで来たことは、私これ上手ながら初めて来ました。初めて。あ、そうってことは船こぐいを食べたことは、あ、あります。あ、それはあるんですね、はい、自宅で、あのうちのおふくろとかの前じゃないから、この日だけこう買ってくるんですよね。あ、もうできたのか。作ってくれたんですけど、あ、それまでお家で作ってた。どんな感じで食べれるのか、作られてるのかって見たくて。そうか、地元で食べたことあったけど、その買いに行くのもあれだよね。そうです、初めて。実際来てみてどうですか。人すごいですね。ですよね。こんなに人いるのと思われてる。カメラだね。いやでもカメラも。あの、地元ですか。はい、あ、私はも地元じゃないんですけども。あ、地元だよね。まあ今、はい、地元に、こっちがこっちに引っ越してきた。あ、もともとはどこですか。もともと佐賀県内ですけど、はい、初めて船を食うっていう瞬間がなかったんで。ですよね。全然、はい、でこういうところに来て今ちょっとびっくりしてます。実際今日食べられました。あ、食べました。試食食べましたね。いかがでした。美味しかったです。あ、カメラさん、いいですか。閉じろくん。やっぱりですね。はい、インタビュー受けましたね。受けた。お写真怒ったかな、アイシェっていう。ちょっと動揺しましたね。うん、動揺した。ちょっと寝ぼけとったかも。寝ぼけとったかもしれないですか。うん。寝起き30分なうみたいなね。30分なう。おい、40分なうぐらい。40分なうか。10分先輩やった。めちゃくちゃインタビューされてますよ、みんな。ほんとね。そっちもなんか。こちら子供のインタビューされてます。ほら、高野さん。うわー、ほら、お疲れ様です。あ、映っても大丈夫ですか。お、お疲れ様です。お疲れ様です。いつも見てます。ありがとうございます。ツイキャスしちゃってるでしょ。あ、しゅうしゅうしゅう。ちょっとずつ集めようですよ。おー、すげえ。頑張ります。はい、頑張ります。シャクさん、高田さん、はい、はい、分かるよね。酔っ払ってちゃう。遊び来てください、また。はい、はい、どうも、お疲れ様です。お疲れ様です。ここね、3月の、はい、あの22時ぐらいだったかな、今年は3月の5日な、あの最後らへんの土日で、はい、花と酒祭りって言ったのあっちゃん。めっちゃ人すごかよ。マジですか。うん、それも来たいっすね。そう、一斉に酒蔵開きすると。ああ、はい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 。もうクラクラしながらこうみんなみんなフラフラして試食、試飲だらけやっけんが。あ、なるほど。もう飲みながらみんな歩きを上げたい。すごいっすね。でその時同時に桜の花も大体その頃を風邪来たりね。で鹿島の湯徳神社の方行ったらもう桜満開で、はい、湯徳神社の方でも湯徳満開春祭りとして。すごい。そう、鹿島ずっとね、巡回バスのここズッケーさん堪能するには持ってこいの日で、だそれとってもよかったね。それもね、面白いと思うんですけどね。ね、そういったでもあるやね。はい、いや、思った以上に人がいる。おぉ、あ、こっちはイワシ巻きです。番外編ですね。はい、超番外編ですね。はい、いや、面白かったっすけど、せっかくないわということで。はい、いや、どうでしたか、すみさん。いや、結構びっくりだったですね。あの、いろんな船、サイズいろいろあるんですね。ね。ほら、あの、特、ね、はい、特産のお母様がいいのは、なんかちっちゃい船って言ったんですけど、うん、大きい船も売られてて、大きかったね。はい。船尾くんサイズ、船尾くん超えてましたよ。じゃあ、ビッグ船尾やったよ。はい。ね、地元にいながら、やっぱりさ、あるよね。なかなかいかんとよ。船自体が、おい、おい、今までね、36年間、5回しとったことなの。はい。あの、赤のパックやったろ。はい。それで上、透明やったろ。はい。井上のおばちゃんが作る予算って聞いたけどな。 あれまんまやったですか、もしかして。まんまやった。もしかして作ってない疑惑が。うん。この間おばちゃんに聞いた時にね、はい、私は作らんもんって言ったもんね。っていうことはおばちゃん買ってきよしてたかな。話のなんか違うよね。なんか違う感じですか。どこだ、井上のおばちゃんの作ってくる借金があって。はい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 。井上の、正確に井上のおばちゃんの買ってきん借金があるな、多分。あ、そんな感じですか。あれは作ったんじゃん、買ってきてたんだ。今日船市に来て分かったこと、分かったこと。 何年目なんだ。作られてなかったってこと。作られてなかった。昆布巻きは。はい、新事実発覚ですね。ですね。はい、よし、ありがとうございました。ありがとうございました。朝早くからこれ、何ですかね、寝起きから1時間以内に終了するっていう。ひなたん、久しぶりっすね。ひなたん、これこれで吸って、お、沈んどる、沈んどる、
沈んでる。持っとんねやっぱ。来てるね僕。今年乗っとっちゃわないとやっぱ。ありがとうございます。ありがとうございます。パソコンで見られている方は四角い枠のチャンネル登録。スマホから携帯スマホから見られている場合は画面の下の方赤いチャンネル登録のそこを押してください。チャンネル登録お願いします。